キステオドラキスはギリシャの音楽家。ギリシャにおける20世紀最大の音楽家と言われ、ギリシャ芸術、文化、政治に多大な影響を与えた。クラシック、オペラ、バレエからギリシャでのポピュラー音楽、映画音楽と幅広い分野で作曲活動を行い、代表作としてカンタータではマリア・ファラントゥーリのために書かれた大作、大いなる歌、バルセロナ・五リンのために書いた。 関東オリンピック、映画音楽では、その男ゾルバ、Z、セルピコなどがある。当初より、左派政治家としても活動し、第二次世界大戦時にはレジュスタンスとして逮捕された。戦後の内戦時も、左派として活動し、その後パリに逃れ、音楽を勉強する。国外に逃れた際もオペラを作曲するなどの活躍を、見せる。 1967年には軍事クーデターに反抗して逮捕された。釈放後、軍事政権崩壊までパリで過ごした。1981年から延べ10年国会議員、大臣も経験した。国中での著作、抵抗の日記がある。2007年3月26日、レジオンドヌール勲章を受賞し、アテネのフランス大使館にて授与式が行われた。 2021年9月2日死去96歳ボーツ英国アカデミー賞作曲賞ありがとうございます。